いかがですか？歪んでると実感してます。はい、どうですか？いかがですか？興味あります。あ、興味がある。津波行政にどういう気持ちが、はい、歪んでるか自分で知りたい。はい、そういう方もいらっしゃいますね。はい、ご存知のように骨盤というのは、人間の体の中心にありまして、その位置が正しくキープできているときこそ健康でもありますし、美しい体のラインを作ることができるわけです。その骨盤を正しくキープするためには、骨盤周りの前の筋肉、後ろの筋肉、横の筋肉がバランスよく整っていることが大切ですので、まず今日は初めにその骨盤周りの筋肉にアンバランスがないかチェックをしてからエクササイズを始めていきましょう。では一度チェックの仕方を私がやってみますので、皆さん座って見ていてください。まず足は肩幅に開いていただいて、手を上げます。45度より少し狭めます。この時にこちらからこちらに、こちらですと右手から左足にラインが入っているようにイメージしてください。こう X のラインですね。これが大事になってくるので、常にこのラインは意識していてください。この状態から1、2、3、このような動きをしていただきます。では皆さんも立ち上がって一緒にやっていきましょう。はい、では足を肩幅に開いていただいて、両手を上げます。45度より少し狭めてください。それではいきます。皆さんも声を出してお願いします。せーの、1、2、3。はい、結構です。ありがとうございました。今私は、右の肘と左の膝とか、左の肘と右の膝とか言わずにやってもらったと思うんですが、皆さん私の動きを見てやってもらったと思うんですが、どちらからやられましたか？右と左が。右と左が。先に申しました。こちらから同じく右と左足ですね。はい、ありがとうございます。では今やった方法を覚えておいてください。ではもう一度やっていきます。足を肩幅に開いて、バンザイして X のラインを意識してください。この状態で先ほどやった方向から3回続けて、反対側も3回行っていきます。それでは行きます。せーの、1、2、3。はい、反対も1、2、3。はい、ありがとうございます。いかがでしたか？始めと後でやりづらい方はありましたか？後の方がちょっとグラグラした。ありがとうございます。いかがでしたか？後の方がやりづらかったです。ありがとうございます。いかがでした？後の方がやりづらかった。はい、ありがとうございます。多くの方はやはり動かしやすい方から、動かす傾向にあります。ですので、自分の得意な方、優位な方ばかり多く使ってしまうので、そちらの使う方の筋肉はより強力になって強化され柔軟になりますが、反対に使われてない方との差が出てきますよね。今のエクササイズで左右に差があったという方は、その時点で体の骨盤のバランス、骨盤周りの筋肉にどこかしらアンバランスが出ているということなので、今からそのエクササイズを、今からそのアンバランスをチェックして、それを修正するエクササイズをやっていきましょう。それではまず腕の筋肉